これから行くゲーセン、駅からちょっと離れてるぞ。店舗がこちら。工事してますね。まあ200円だろう、絶対200円3だったらマシかな。パンチングマシンはないと思うな。で、前あの新宿来た時にここだけね寄れてなかったんで、もうこうやったらもう新宿駅前のゲーセンはもう全部動画撮ったかな。じゃあ入店。これすごっ。スーパーボール懐かしい。しかも100円5プレイ。こっちは違うのか。こっちはちょっとシャレてるからか。これも可愛いな。サッカーが一番奥にある。で、奥進んだらあったけど、あれだな、新進筐体だ。結構狭い。一台だけ空いてた。あ、これも新進筐体。100円なの？なんで？100円だ、よくね。こっち普通の筐体だの。これやるか。残念。でも動画撮るのすごい難しい。三脚使うか。本当に100円なのか。あ、でも面が跳ねない。ほら、まあ、100円だったら全然いいか。この面久しぶりだな。最近見ないよ。左口ちょっと弱いけど、まあ大丈夫だ。まあ新進筐体だからな。新進筐体にしては悪いのかもしれない。なんでこっちだけ面がこんななんだ。こっちかなりいい。やばい、スロットだったら当たりだ。もう一回だけ連打確認して最後の新曲やるか。こっちね、連打の感触やばい。85くらい入んじゃん。今までやった新進筐体が一番いいか。15ぐらい普通に出そう。なんか出てる、知らんかった。ここが小さい。ちょっと違うけど、あんま違いがわからん。一緒だと思うから、いいか。別なやつ。変な曲になっちゃった。新進筐体苦手だからセール取れないかもね。もう全然聞こえない。何の曲だこれ。
としてはちょっと微妙だけどね。え、なんと後ろでやってた方がリスナーさんでした。一般の方と思ってね、ちょっと小声で喋ったんですけどね、うん、あまりに大きく喋るとね、プレイ中だしねと思ってね。なんだこれ。で、この張り紙が変わってるな。シリアルナンバー、はい。あとあっちだけ撮りたいね。おー、ちょうど空いてた、ラッキー。まあ、新進兄弟ってだけで、まあそこまで変化はないですね。ということで、やっぱり場所が悪いから100円なんですかね。すごいね。確かに駅からね、複雑なこう道を通ってだいぶかかりますよ。だからだと思います。ということで、あ、太鼓はいいかな。まあ、100円3曲ってだけで全然いいよね。他の台もなかなか叩けると思いますよ。俺がやった台の 2P がかなりおすすめです。叩き心地もね、他の新進兄弟と違うんですよ。不思議だね。同じ感じで作られたのにね。じゃあ次、ヨアキャッチャー見ていきましょう。お、これ家庭用に入ってる曲だ、バンプの。でね、店内小さいね。2階とかないのかな。なかったらかなりメニューな店舗ですね。あ、地下があるのか。これ1階だから、1階と地下だけか。地下行ってみるか。お、他の音ゲーあるかな。お、他の音ゲーあった。音劇4、チューニズム6ですね。前々に誰もいない、環境いいな。リバ2ですね。他の音ゲないんだ。で、マリカーとイニシャル D が地下にあるというね、珍しいな。音ゲーマーからしたら嬉しいけどね。あ、ここに張り紙がしてあったわ。店出る前に気づいたわ。ということで、新宿といえばね、このゲーセンではないでしょうか。100円素晴らしいね。みんなも来てみてね、新宿来たら。では、ゲーセンの近くになんかヨドバシのコーナーなんかあった。両替機、消臭力車。いいおまけ映像が撮れた。では。